今回は前回のイ・ジェミョン候補に続いてユン・ソクヨル候補について私の個人的評価を話したいと思います。この前の映像でユン候補は硬直な人物と言っていました。しかし最近彼の行動を見ると硬直より自分の行動は全て正しいというように行動しています。最近の出来事を例にとると、ユン・ソクヨル候補の支持層の中に20代、30代の男性が多いです。この理由はイ・ジェミョン候補があからさまにフェミニストを支持しているからです。現在多くの若い男性たちは露骨な女性優待政策と政府の態度に非常に怒っています。言い換えればユン・ソクヨル候補の支持層の約 40% はリーダーとしてふさわしいと考えるよりもイ・ジェミョン候補が嫌いだからユン候補を支持しています。ユン・ソクヨル候補はこのような支持者たちの期待を裏切り、有名なフェミニストを重要補職に就きました。この場合、通常は自分の支持者になぜこのような人物を重要な地位に任命したのかを論理的に説明しなければなりません。しかし、ユン候補と野党の国民の力は論理的説明よりは自由を知らない人たちが私たちを反対し妨害すると発言しました。簡単に言えば、北朝鮮や中国に有効な候補が大統領になれば今の韓国の自由を失うので、何があっても私と私の党に投票するべきであるという脅迫です。ユン・ソクヨル候補は今まで検事でした。つまり犯罪者の処罰を望む役割です。私にはユン候補の姿は検事だった頃のように、イ・ジェミョン候補は悪であり自分の行動はひたすら正しいと考えているように見えます。皆さんは政治を何だと思いますか？政治は一人でも多く自分の味方にするゲームです。歴史を見ると力の強かった王たちの特徴は彼らを支持する勢力が多かったという点にあります。つまり現在でも一人の国民や自分の党、できれば他党でも自分を支持してくれる人が多い方がはるかに有利だということです。しかしユン候補は現在自分の党代表であるイ・ジュンソク氏と対立しています。それに加えて、先に説明したフェミニストのシン・ジヘ氏を迎え入れたことで支持者たちの怒りを買っています。それに比べてイ・ジェミョン候補は自分のライバルだったイ・ナクヨン氏を受け入れました。これで事実、イ・ジェミョン候補は与党のすべての勢力を自分の味方にしたと言えます。有能でも周囲と対立する頭固い人とと能力は不足していますが、皆と仲の良い人、皆さんは誰と一緒に働きたいですか？皆さんは政治で左翼と右翼という言葉を聞いたことありませんか？簡単に説明しますと、右は公平な機会を重視する、左は平等な結果を重視します。不景気な時、左派は皆にお金を分配することを中心に、右派は分配よりも良い仕事に挑戦する機会を与えることを目指します。右派が冷酷に見えるかもしれませんが、全てを同じく分配をしようとした国々の末路は私たちはよく知っています。逆に右派な価値観を重視すぎると、昔の産業革命当時のイギリスのように貧富の格差が大きくなります。だからこそ現在の政治家たちは自分の政治的価値観を貫きながら程度弱点を補うように行動します。現在コロナのせいで多数の中産層が没落しているので、右派的価値観を主張するのは大変かもしれません。緊急支援金などのお金は結局税金なので、皆特にお金持ちの負担が多いです。つまり今は支援金のおかげで助けられるかもしれませんが、将来には借金になって皆の負担になるということです。政府が消費税を8から10% に上げた理由は何でしょうか？税収を確保するためでした。支援金が大きくなると未来の国民の生活が苦しくなる可能性が多いので、右翼の考えを持つ政治家ならばある程度は冷酷に政治をする必要があります。しかし現在のユン候補は右派としての姿はどころか、票をもらうために何とかこのイ候補の真似をしているばかりです。ユン・ソクヨル候補は政治の基本を知らない素人です。政治は検事の仕事と違って白黒が不明確です。必ず私の意見が正しいとは限らないからです。
なおさら現代の政治制度は一人または機関が権力を握るのを許さないので、周りとの協力が必須不可欠です。そして公式政治の場で結んだ約束は政治生命を左右するほど大事な信頼の証です。ユン候補が大統領になった後の日韓関係は韓国の世論によって左右されると思います。あからさまに日本を敵対するイ候補と違って、ユン候補はこだわりが強く、同時に政治に未熟なので韓国の世論にたやすく左右されると思います。その理由で日本の政府の立場から見ると、ある意味ではイ・ジェミョン候補より難しい相手になると思います。